おはようございます。エミリンこと松目です。さあ今日なんですけれども、約半年ぶりのあの企画です。サンキューマート開放大企画来ましたね。いやーやっぱいろいろ開放大シリーズやりましたけど、はい、人気でしたね。サンキューマート確かに全国どこにでもあるし、金額的にも購入しやすいし、はい、あと可愛いし、はい、キャラクターグッズも多いし、最高じゃないですか。そう最高なんですよ、はい、でも今回さ、もうさ、スプリングバッグをさいっぱいにするとかもうやめようと思う。お大人じゃん私も。やっと買ってくれました。そうだからやっぱ何でもかんでも購入しようじゃなくて、はい、本当に可愛いなと思ったものを購入していきたいってことも、うん、考える。今何歳でしたっけ？20、御年9になります。29で気づいたことが考える。やばやっぱ考えてから買わないと。じゃあ行きましょう。ヒャビコ、とりあえずね、なんかね、今ね、もうこのオープニングアクトとして出てきたのが、前回も購入させていただいたやつですね。この辺、自撮り棒とか、これいただいたのかな、前回。あ、そうそうそう。あとこのアイロン、ストレートアイロンとか。買いましたね。ストレートアイロン良かったですね。マジでクオリティ超高かった。旅行用にですか？うん。もうだし、あとね、ちっちゃいから地味に前髪ちょっとだけ直したいなっていう時とかに、結構使いやすかったですよ。なるほど。はい。考えてるな。うわ、かわいい。あ、めっちゃかわいい。ドラちゃん、これはいいね。何入れてますか？絆創膏。おう。リップ。なんか、ガムとか、飴。うん。ヘアピンとか、ゴム、はいはい、ヘアゴム、はい。ヘアピンとヘアゴムと飴一緒に入れちゃダメか。なんか、実家の二つ目にある、なんかね、あの謎のやつね。みたいな感じと。このドラえもんシリーズ結構好きだな。これとかも超かわいい。このいいですね。ドラミちゃんがお兄ちゃんに見ついてます。ドラえきあげるかな、分かれないで。やば、そんなストーリーしたっけ。ほぼほぼ。いや、いいな。うわー、待って。なんでポンポンプリンが氷柄着てるのと思ったら、これ NMB さんとのコラボなんだ。かわいい、このプリンちゃん。AKB ですよ、これ。ほんとだ。あ、キティちゃんが AKB で、ポンポンプリンが NMB っていう。かわいい。ハンギョドンが。ハンギョドンは何？シンプルでした。もうハンギョドンはハンギョドンなんだ。これきっかけだね。いや、じゃあサンキューマートってキャラクター違いの同じ商品とかやっぱ多いから、はいはい、結構今回考えないと被っちゃ う。例えばこれとか欲しいよ。無表柄のポンポンプリンかわいいってなるけど、あれさっき買ったよねみたいな、あれってなるんですよ、はい、これでもヒョウ柄のポンポンプリン欲しいじゃないですか。だからヒョウ柄のポンポンプリンの何か違うものにしないと同じものばっかり増えちゃう。え、これかわいいな。これかわいくない？ブラシハート型。これ何？これ手鏡？かわいい手鏡。かわいいですね。これブラシ手鏡セットにしようかな。あ、ここで使っちゃいます？この鏡。別にいいですけど。鏡にします。お鏡にします。はい。後で変えるかもしれない。うん、何か状況を見て。はい、ポンポンプリンかわいいですからね、やっぱ。かわいいです、うん。あ、待って。これ超かわいい。何この3人。ほんとだ。プリン、ポチャッコ、シナモンっていう。あ、あるんですね。サンリオキャラの犬が集まったやつです。かわいい。わー。いや、でもさ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 。あ、でもこれかわいいな。これかわいいな。え、ねえ、これやばくない？カードケース。これだからあれですよ。リップと、あの、リップと、絆創膏と、アメちゃんと、ヘアゴムとヘアピン入れとくやつ。口2個あります？マスクしてるからわかんないですけど。ん？でもこれかわいいよ。かわいいですけど。じゃあ、わかった。これを小銭ケースにします。うわ、ほら、小銭、ほら、入ってある。小銭ケースにしてもいいですよって。ずるいな。スイカと小銭ちょっと持ち歩いて、パッとコンビニ行くとき用のやつ。で、ねえ、これちょ、ねえ、白姿かわいい。これはいいですね。これはいい。お尻プリンになってます。尻尾プリプリ。尻尾プリプリのお尻プリプリです。かわいい。これっていいですか？いつも思うんですけど、こういうのって。お尻の穴ですか？はい。可愛いくすから ね、まあ、ね。なんかこれ可愛くなかったらダメなんですけど、もう可愛かったらいいんじゃないですか。うん。ポーチを買います。あ、普通に歯ブラシセットいいなぁ。うわ、確かに。可愛い。これとか。あー、これはいいメンバーですね。いいメンバーですね。選抜メンバーすごい、なんか絶妙。90年代。なんか失礼ですけど、ここにやっぱマイメロとかキーちゃんとかの正統派の可愛いみたいなのがいないことがいいですね。うん、全部可愛いんですけど、なんかそのちょっと外れてるというか。なんかね、ど真ん中じゃない。そう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 。それがなんか絶妙にセンスを感じますね。うん、シナモンとか見ないですからね。ポンポンプリンとかもいないですからね。すごいな、この選抜メンバー結構、なんて書いてあるんだろう。ハッピーダンブイ。むずっ。いけるかな。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。これ本当にダメ元で聞くんですけど、はい、ハッピーダンブイって書いてあるじゃないですか、はい、これ何かわかりますか。男の子キャラだけを集めたユニットみたいな。へえ、なるほど、ありがとうございます、はい、あ、そういう縛りだったんだ。男の子キャラを集めたってことなんだ。確かに、そっか、意外といないんだ男の子キャラ。じゃあ一旦これは買います。これかわいい。ちっちゃい鏡とちっちゃい串。めっちゃいいじゃないですか。これ持ち歩き用に。はい、はい、すぐ持ち歩いちゃうんだから。あれ、鏡吹き買うじゃん。鏡、家用です。声でか。家用の鏡です。焦りが声に出ますよ。だってこれめっちゃ可愛い。チェキ撮ってますよ、チェキ。うわ、
これしかも 2.390 円。ねえ、ポチャッコ目でキラキラだよ。え、ポチャッコとバツ丸かな、こうなると私はやっぱ。ね、かわいい。リングライト使ってる仕様ですね。あ、ほんとだ。目キラキラになってる、ちゃんと。これ自分で書いたのかな、ポチャッコとか。確かに若干字体が違うから。うん。ねえ、センスすごいですね。サンキューマットさん、よくないよ。なんかちょっとサンリオでこんなにうわ心奪われると思わなかった。ポーチはね、収集癖があるからな。これはもう収集癖として、これはもうグッズとして買わせていただきます。それ言ったらもう全部言っちゃいますよ。ポーチだけ、うん、本当に収集癖あるんで。まあ本当にそれはそうですからね。うん、これめいっ子に買ってあげる。あ、これいいですね。うん、めいっ子喜びそう。20個入ってますよ。しかも可愛い、超プレゼント用、うん、ちょっと待って、これ何、チャイナポチャッコ。うわ、可愛い。可愛い、チャイポチャ。多分あんまり在庫ないけど、いろんなサイン料の中華バージョンだ、多分これシリーズが。可愛い。え、怒っちゃった。は、可愛いんだが。私ポチャッコが一番好きだから、ポチャッコが残っててよかったけど、普通にポンポンプリンも気になってた。この1種類しかない。ラッキーですね。はい、ラッキーポチャッコ、うん、次行きます。結構やっぱりサンリオマートさ、サクサクいかないとさ。まあこっち系の姫系は私はあんまりこれって感じじゃないかな。結構可愛い。誰が来ても楽しめるところですね、これ。ねえ、楽しそう。いろんな系統があるから、ね、ここよあんた、ここよ。今回さ、はい、結構ヴィランズがテーマなのかな、今回。これめっちゃいいですね。超可愛い。私やっぱアースラ好き。はいはい、ビラムな。めっちゃいいっす。アマレスユート可愛い。これもいいっすね。うん、いい。これもいいし。うん、これもいいし。これもいいっす。スカーもいいし、はい。でもさ、シンプルにこれとかめっちゃ可愛いよ。うわ、もうシンプルで可愛い。本当だ。これめっちゃ可愛い、この巾着。本当だ。クマのニグレの声持っていくねんって言ってます。あ、関西弁？うん、可愛いな。それ可愛いですね。ベ、うん、ローンなってますよ。6匹いますよ。キングスラム的な感じですね。うん。でもさ、ヴィランズのシリーズ、例えばこれだったらさ、1匹、1人じゃないですか。1匹、はい。でも、あの、100匹ワンちゃんだけやっぱ6匹じゃないですか。うん。ってなったら、やっぱ1と6ってどっちの方が数多いですか？ 6。数多い方がお得ですよね。っていうあれで言うと、これになっちゃいます。お得とは？やっぱいっぱい入ってた方がいいじゃないですか。その、お菓子とかにしても。これはでも、ポーチは1個ですから、ね。ポーチ1個だけど、うん、いっぱいついてた方が、なんかお得なんで。で言うと、これも欲しい。確かに。セットみたいな感じで買おうかな。あれも可愛いですよ。可愛い。これもいいですか？むずいって、むずいって。だってさっきもう小銭ケースとさ、お菓子ケースは作っちゃったじゃん。じゃあ、あと何入れるの、それに。ティッシュ、ティッシュ。ちょっとちっちゃいでしょ。ぴったりですよ。いや、ちょっと足りないって。ほら、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 ほら。ほんとだ。いや、だから、薬、会員用の薬。すごい、もう脱出現場の。帰る。やっと帰る。理由が言えたから帰る。いや、これやばくない？見ざる、言わざる、聞かざる。もう、エイリアンバージョン。これ聞いてないですか？確かに。あの、ね、見ざる言わざる、うん、これは解放してますね。確かに。これ整ってますよ、普通に。サウナ行って見ざる言わざる整う？整うです。これは普通に、普通にでかい。これ普通にね。ね、これ可愛くない？これトート。あ、可愛い。アースラのトート、いいですね。これちょっと可愛いですね。アースラのポーチ買えなかったからトートで補わせて。買えなかったから。マジマジで、サンキューマート悪いですよ。ポーチ多いもん。確かにね。うん、私がプロのポーチャーということを知ってか知らずか、ここがシングと。てか早いな、はいはい、シングさ、映画してるじゃないですか。はい、だったらパッとすぐシングとこう、ちゃんとグッズを展開しているところがサンキューマートさんの素晴らしさですね。あと、これ羊の、誰でしたっけ、ジョン、ショーン、ショーン。やっぱみんな好きですもんね。私は大丈夫なんだけど。あ、これ前回買ったやつだ。前回この辺の中華系のポーチとか買いました。超かわいい。あーん、崩した。靴下可愛いんだよな。しかも2点で390円ってめっちゃ安くないですか？そっか、確かに。何にしよう、今回。まあ、これ。え、かわいい。シンプルイズベストですね。これじゃあ1。なんでこれ。ねえ、終わっちゃう。101匹ワンちゃんで、あの、私今日全部終わらせるつもりはないんですよ。って言うと違う。これも違う。だってもうポーチのくだりで終わったの、101匹ワンちゃんは。これかわいいな。しかもなんかお尻プリって。かわいいな。おうちソックスにいいですね。ちょっと待って。考えさせて。考えたいって言ってるじゃん。もう！じゃあこれでいいですか？一番嫌だ！ワクワクしないもん。失礼だけど。そうですね、うん、私はね、あくまでも個人の感想です。右上テロップ。待って、まずこれいく。ロッツォ、あ、かわいいってなってくると、この同じシリーズのこのフランダー、かわいい、はい、ロッツォフランダーで。はい、次いきます。おい、待って、何このゾーン。何このゾーン。このスポンジボブかわいすぎん。めっちゃいいですね。みたいな。どっちですか、今やってんの。スポンジボブ、もう一回出す。で、こっちは、うん。なんかちょっと違うじゃないですか、やっぱ。これは貝だな。ちょっと、かわいい。はい。で、見なかったことにして、こっちを曲がります。はい。あ、来ましたよ。おー、ハリボー！ハリボーだもん！
可愛いねやっぱハリボー。前回ねこのブラシ買って、はいはいはい、めっちゃ使ってます。あ、ほんね、うん、ただマジでやっぱ毎日使ってるから汚くなってきました。なるほど、うん、っていうのもある。ハリボーにさタッパー売り切れてますね今。私は小物入れになってます。へー、お家のタッパーって意外と便利なんですよね。普通にみんな知ってますよ。小物入れにも使えるし。みんな知ってますよこれ。結構知られてない人多いんで。なんか変な口調だった。やだな、なんかこれ結構知られてない人多いですよね。やだな、やだ、すごい。かわいい。あ、いいですね。次のブラシにします。見てる、すごい。え、見てますよ、ゆみりんさん。あ、かわいい。変身したらこの形になるから、ありえますもんね、くしになるのは。あ、そっか、確かにいろんな形になるやつですもんね。そうだそうだ、バーバーバーってこういうのとかなるから。そうかわいい。くしがほんまにそうなってるっていう可能性があります。確かに、はい、いいな、こういうの好きなんですよ、こういう iPhone ケース。好きそうちょっとやっぱね、変わったやつがね。うん、多分サンキューマートって見るところとスルーするところが本当全員によって違うと思うんですよ。私はスルーしてるけど、そこがめっちゃツボの人もいるだろうしっていう、なんかこうみんなのワクワクの衝動をそれぞれ抑えてるっていう感じがする。なるほど。ちょっと待って、突然な疲労感。まあ本当だ、なんか増えてますね。このさトートとかなかったくないですか。本当だ。もしかしたら見つけられてないだけかもしれないけど。いや、多分なかったと思うんですよ。はい、疲労感ってなんかグッズにすると可愛いですもんね。疲労感じゃないですか、疲労感なんですか。え、わかんない、私はヒロアカって言っちゃうけど。ヒロアカって言ってました。ちょっとごめんなさい、誰か教えてください正解。まあでも多分諸説ありですよこれコメントで正解言いづらいですね。だから T 君派かエミリン派かで教えてもらおう。私はヒロアカって言ってます、はい、僕はヒロアカ。正解教えてください、ね、ランマ可愛い。あ、知ってるか、ランマ。はい、ギリ世代です。でもどっちかっていうとどっちの方がかじってたって言われたら入社です。そうですよね、うん、でトート、まあでもアースラのトート買ったからな。あ、でもクルエラ可愛いな、うん、アースラ買ったしさ、クルエラ買ったらさ仲悪くなりそうじゃない、アースラクレーラ。確かにね、うん、こういう感じで多分同じとこにとうとうかけちゃうから。でも気合うか分かんないですよ逆に、はい、世界を滅ぼしましょうみたいな。犬を取りましょうアリエルを倒しましょう。え、でもダメだよ、だって私100匹ワンちゃん今日いっぱい買っちゃった。そうかそうかそうか、だからもうダメです、クレーラは来ちゃダメ。見てくださいよ、このうーんっていう感じ、ね、かわいいんですけどね、クレーラもね。うわー、すごい、すごい、これマジいいですよ。これね、これ何かで買ったけどマジでいいですよ。これ何するものなんだろう。あ、これアクセサリー入れ、めっちゃ可愛い三角コーナーか。いや違うでしょ。まあ確かにめっちゃ可愛い三角コーナーって説もゼロではないけどすいません、これってアクセサリー入れって認識で大丈夫ですか。はい、大丈夫です。これは何ですか。それはピアススタンド。なるほど、ね、あ、なるほど、これめっちゃいいですね。ピアス開いてないんですけど、え、いつか開けたい。これ可愛いな。え、待って、悩んでるんですけど今私、はい、これ可愛いじゃないですか、はい、正直見た目だけだったら絶対こっちなんですよ、はい、ただ棚の上とかに置くこととかを考えるとこっちの方が置きやすいだろうなみたいな。エミリンさんのは正直あるんですよ、はい、机の上に置くにしても、まあ、大体比較じゃないですかっていうので今普通にめっちゃ悩んでます。なんか親の気分ですわ、娘が可愛いものから実用的なものを買ったっていう、なんかその成長成長今、あ、成長今見てる感じてます。僕が思うには、うん、机の上とかにこっちを置いて、うん、1軍のアクセサリーを置いて、うん、棚とかにこっちを置いてちょっと2軍というかあんま使わないやつを、うん、天才じゃないですか、はい、怖っ。あ、でも2個買っちゃった怖え2個買っちゃった今、ね、うまいな。これなんですか、上手だな。コースターかな。怖いですね。ね、もう一個今さ悩んでる、はいはい、鏡をね、ちゃんと置き鏡が欲しいの。手鏡じゃなくて、なんか本当に不吉なこと言うんですけど、 IKEA で買った鏡割れちゃったんですよ。全部、え、全部落として、あ、落としてびっくりした落として割れちゃったんですよ、はいはいはい、普通にっていう事件があって、うん、次も置き鏡がないんですよ、お家に。またこの話して申し訳ないんですけど、実用的なのは絶対こっちなんですよ、四角だし。ただ本当にデザイン的にワクワクはしない。可愛いですけどね。可愛いけどね。僕これ好きですけど、丸いやつとかなんかの方がちょっと目新しいなっていう感じはする。これ全然可愛いですけどね。あ、 T 君が言うなら、じゃあこれにします。 T 君が言うならね、ワクワクが可愛いです、これなんか。まあ確かに、はい、やばいな、買わせるのうまいなっていう。次、もうそれだったらアクセサリー系の小物を揃えちゃおうということで、指輪とかもっと細かいやつを置くよ。イヤリングとかも衣装として使ったりするんですけど、はいはい、のハートのこれも買おうと思って。これハート一択。うん、これはハート一択。これは、おー、なるほど、シンプルね、はい、なんか個人的な感じで言うと、なんかアクセサリーキラキラ系じゃないですか、うん、なんかあんま映えないけど、うん、なんか映えそうな気がします。なんか置いた時に置物がシンプルな方が、これって開けてみるって。開けて大丈夫です。大丈夫です。はい。ああ、いい。シンプル。かわいい。かわいい。いや、でもさ、今でもハートの方が私はドキドキしてるのにな。今このドキドキ用に従わなくていいのかな。いっそのことこれ置くっていう。何言ってん、何やってんの、もう怖いよ。ここにね、ここにね、リンゴ置いたら絶対なくさないけどさ、はい、壊れるとかもないし、優しいし、はい、本当にさ、なんか恋愛してる気持ち、お、なんか本当に堅実で、なんか実用的な彼氏か、うん、こう今をときめかせてくれる彼氏かみたいな。ちょいちゃらい、うん、ちょいちゃらかっこいいみたいな、かわいいみたいな。
感じ、ワクワクしてる、はい、でこの人は本当にいい人だし優しいし、はい、長く一緒にいれるんだろうなっていう感じの方なんだけど、はい、ただなんかそのワクワクとかドキドキとかはやっぱりこっちのハートのキラキラに比べるとないって感じ。なるほどね、うん、じゃあ一回置いて、うん、一回置く、ちょっと他のを見てからおできます、うん、そうだね。でもなんか無理だよ結構、私今もうさそのさ男の子のさことで結構頭いっぱいだよ。他に男が出てくるかわかんないですよ。えでもないもん、アクセサリー置きに。これどうですか、アクセサリー置き。もう嫌だよ、一番苦手なタイプじゃん。これ港区にいるおじさんじゃん。おじさんじゃないよ。歯真っ白でさ、大きいサングラスかけてさ、なんでそのツーショットしようとするの。やべえやつ写真撮って隠してる感じでさ、あのスタンプで。港区おじさんと写真撮りたくないよ。本当ですよ。ちょっともう一回考えたい、もう一回考えたい。じゃあまず仮にハートにするとしたら、ピンクハートかゴールドハートかっていうのを考えるってなるとゴールドかも。ほうで、じゃあゴールドハートとシンプル白か、シミュレーションしましょうか。あのアクセサリーちょっとお借りして。あ、そうです。どっちがテンション上がるか失礼いたします。ほらすごい素敵じゃん、なんか、うんうん、対して白丸くん可愛いですね、なんかあれっぽいですね、なんかね、ドロロロの雪みたいなね、うんうん、あ、意外とまあ可愛い、こういう感じですね。はい、あ意外といいかも。うん、まあ、これも可愛いっすよ、統一感あって。これもいいですよ。うん、僕はこっち派ですけどね。か、まあ、洗面台用と、まあ、ダイニングテーブル用に、うん、あ、なるほどね、はい、天才じゃないですか。やばっ、え、天才じゃないですか。え、今まで悩んでた時間全部返してほしい。でも考えたことで分かることがあるんで、やっぱり確かに、はい、あ、だからわざとこう考えさせる時間を作ったってことですか。そうです、どっちもいいってことが分かったんで。なるほどね。私今もう2個買うことに決めたから、ごめんね、みんな普通にごめん。でも本当に後悔はないし、嘘ついてる人の目じゃないじゃん、なんか分かってくれると思う。終わりです。じゃあお会計タイムです。今日本当にやるっすね、リアルになんか収まってますね。そう、リアル買い物って感じ。なんかマジのこうアラサー女子のリアル買い物を皆様にお届けした感じですね。確かに。というわけで合計こちらです。全然今日は可愛いです、さすがやっぱサンキューモートさん。30点買って1万2000円と思ったら安いですよね。とりあえず楽しかった。すごい、やっぱ楽しかった。半年でこんなに変わるんですね。ね、結構変わってましたね。すごい、その時々のちゃんとやりてますもんね。なんかドラえもん50周年だからドラえもんとか、キング2とかね。そうそうそう、うん、バイバーイ。